ニュースのお時間です。ナビゲーターを務めさせていただきます。増座でございます。まずは、内藤豊さんの情報からお送りいたします。内藤豊さんはどうも、YouTube に復活をされるようです。今までのキレゲーは、あくまで演出でしかなく、その真意を YouTube はしっかりと理解し、コメディーと判断してくれている。けれども、周囲は、そうは判断してくれなかったとのことです。 世界レベルではコメディーと判断しているというのは以前にも私が発信しております。今回はしっかりとそのコメディーという証拠を貼り付けておきます。話は戻りまして、コメディーのあり方を今一度、周囲が納得できる状態に持っていく、それができなければ YouTube を諦めるしかないと述べておりました。確かに YouTube 初期の内藤さんと今の内藤さんを比較すると別人のように笑顔が増えて、 本当に変わったように思えます。けれども、ほんの一瞬ですが、大関さんに対して敵意をあらわにするシーンもありました。それは、視聴者数の違いからのようです。キレゲーがなくなったとしたら、どういうジャンルで行くのでしょうか。個人的には、KGB ブランドとアウトサイザーブランドの二つを有しているので、対談という形で、小学生時代、中学生時代、KGB 加入まで、など区切って、 ゲストを迎えて対談方式で行っていくと注目度が高まる気がします内藤さんの情報は一部出ておりますがいまいち点と点で線にはなっていないのでまとめていくと話題性が出るように思えますあくまで個人の意見ですただ生きてきた人生の中でいくつものブランドを背負っているのでそれを前面に出さないのはもったいなく思いますもしくはトレーニングシーンなども良いと思います と、私は思いますが、コメディーを極める可能性も十分にあるようにも思えます。怒りを笑いに変えていく姿こそが、今の内藤さんが変わりたいと言っている姿にも思えます。また、佐々木さんの動画にて、言動に対して釘を刺す場面もございました。そこも含めての信頼回復を見てくださいと言っていると、私は捉えました。佐々木さんといえば、今朝に肉体美を披露されておりました。 かっこよすぎます。では、ここで、バチバチ状態の小山さんと大関さん連合軍の再生数などを比較してみたく思います。大関さんの1日平均視聴回数は、約2万5000再生となっております。大関さんのライブも認知されてきたこともあり、徐々に再生数が増加傾向となっております。視聴回数から見ると、登録者数はもっと増えても良い気がする部分もあります。それでは、 次に、小山さんを見てみたく思います。小山さんの登録者数は減少傾向にありますが、常に増減を繰り返し、一定の数値を持っておりますので、あまり気にする必要はないと思われます。次のステージに行った際に、3万5000の壁を突き抜けると思いますので、そのステージに向け、努力されている最中なのではないかと思われます。 一日平均の視聴回数で言えば、約5万1000再生となっており、大関さんが配信をした日の前後に再生数が伸びております。大関さんと相関関係にあるのか、それとも、複数の動画を投稿したことが関係しているのかは一概に言えませんが、確実に言えるのは、大関さんの台頭は、小山さんにとって、マイナスにはなっていないということです。個人的には、大関さんの再生数が増えた日には、 小山さんも増えているので、完全とは言えないが、不完全な状態ではある、不完全相関となっている可能性を感じます。ここからは、個人的な考察となりますので、皆様のリテラシーで受け止めていただきたく思います。考えすぎなのかもしれませんが、この不完全相関関係は、計算されている可能性を感じます。小山さんは、伏線があるからねと述べたこともありました。そうであれば、 双方の数字の積み上げも小山さんの計画の一つなのかもしれないと少し思いました。偶然こうなったのかもしれませんし、仕組んだことかもしれないし、真実は全くもってわかりません。けれども、ライブ中心の配信者としては依然として王者としての再生数を誇っていると言えます。大関さん率いる連合は王者を引きずり落とすことはできるのでしょうか。この争いの落としどころ、 そして、どちらが神の一手を打つのでしょうか。今後もデータを踏まえながら注意深く見ていきたく思います。それでは、また、お会いしましょう。チャンネル登録をお願いいたします。